ケンプさんハートありがとうございます。こんばんは、アリマツ48さん、三色団子の桜が塗っちゃったやつありがとうございます。チューリップありがとうございます。ホーリーさん、だるまありがとうございます。こっちはありがとうございます。ケンタン、コン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 、マニキュアかな、コンありがとうございます。ブタンピョンタン、コン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 、マニキュアかな、コンありがとうございます。ハート100個突破だって、ありがとうございます。ピュア48さん、コン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 、マニキュアかな、コンありがとうございます。クジラッチさん、コン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 、マニキュアかな、コンありがとうございます。竹正さん、コン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 、めっちゃコンコン言うんだけど今日あはは、マニキュアかな、コンありがとうございます。スペタンピョンタンカイありがとうございます。コウスケタンカイありがとうございます。ユウくんハートありがとうございます。トシさん、だるまありがとうございます。アオちゃんさん、コン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 、メリキリコのコンありがとうございます。めっちゃ光る金が、ナグマルのさん、チューリップありがとうございます。竹山丸さん、ハルトバありがとうございます。アマチュアさん、最初グランゴの桜が塗っちゃったやつありがとうございます。また間が今切った、え、わかった、今日はモンが自分で切ったんじゃなくてママにちゃんと切ってもらいました。今日はママに前髪を切ってもらいました。結構切ったよ、わかった変父さんハートありがとうございます。ペンコさん、お弁当箱包む風呂敷みたいなやつありがとうございます。こんばんは。なんで招き猫がコンコンコンなんですか。コンコンっていうイメージがあるから。あーちゃんさん、花ありがとうございます。あっちーさん、タコさんありがとうございます。マシマシさん、コン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 、マネキネコのコンありがとうございます。 SK 学会見れるようになった、え、ほんと、え、やば、え、見れるようになった、後で試してみよう。 SK 学会見れるようになったんだ、え、見れるようになったかな、わかんない、今日試してないや、終わったら試してみるね。さけみんさん、会ありがとうございます。なんやその子、お友達からもらったお土産お土産がちょうどあの招き猫の小判でした。何ミリ切ったの、え、何ミリ、え、わかんない、何ミリだろう、なんか目ぐらいまであったのが今の位置になった。スカーフ見つかってよかったけど学校休みになったんだよね。え、なんかそう、なんか学校のクラスのグループラインがあるんですけど、1年生の時の、1年生の時のグループラインで急になんか明日休みだよねみたいの来てびっくりした。トシさん、クマさんありがとうございます。そう、それで、でもなんか明日だけ学校があって、その次からもう私の学校休みなの、変わったですよ。カリオさん、ハートありがとうございます。アキヒコさん、コン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 、メリキンかな、コンありがとうございます。そう、明日だけあるんだから明日はね行かなきゃいけないんだけど、めっちゃ楽しみました。大阪ひろしさん、コン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 、メリキンかな、コンありがとうございます。そう、今日はね、じゃあ明日は楽しみだよ、久しぶりにあの学校に行くから、クラス替えもお友達に会えるのも全部楽しみです。しょうばさん、お弁当箱包む風呂敷みたいなやつありがとうございます。鈴木さん、ハートありがとうございます。そう、なんか明日の準備してたら、制服のスカーフがなくて制服のスカーフがなくて、もばめでみんなに聞いたあったよ、でもクラス変わるのに、そう、クラス今が1年生の時が4クラスあったんですよ、4クラスあって、でも2年生も4クラスなのかな、わかんないけど。ショーバーさん、三色団子の桜が塗っちゃったやつありがとうございます。お口にチャックさん、コン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 、マネキなんかな、コンありがとうございます。トシさん、ハートありがとうございます。そう、それよクラス、え、なんか言われたの、先生に、2年生から3クラスになるかもしれませんって、
減らないか。クラスの数は減らないでしょ。あ、そうかな。じゃあそうか。減ってたらどうする。引っ越した。もう？引っ越しない引っ越しない。スカーフは業務スーパーで買った。買ってない。見つかった。一クラス何？一クラス30人ぐらい？ 30 人ぐらいだった気がする。たかたかさんハートありがとうございます。ワイは9クラスだったんだって。9クラスってめっちゃ多いじゃん。ももは小学校の時が3クラスで中学校になって4クラスになった。え、少ないのかなこれ。うん、よしましさんチューリップありがとうございます。揺れた。どうします。12クラスあったら、昔っていうの、みんなの時代の方が多かったんだね、人数。今は大体1クラス30人、25人から30人ぐらい。昔って言われる、何？ん？昭和の時代？って言えばいい。あ、よくわかんない。世代じゃない、これ。なんか昔の方が子供が多かったみたいな。社会で習ったもなんか今は高齢化が進んでますみたいな。今来てありがとうございます。平成生まれです。おお、じゃあ平成30、31歳よりは下ってこと。ひらさんく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 ん、マリゲネックのアクモンありがとうございます。街中子供用だって。そうなんだ。もものねお家の周りね、おじいさま、おばあさまばっかだよ。もものうちの周りは、前もおじいさまだし、後ろもおじいさまだし、たくさんいます。でもね、今日後ろのおじいさまから、おじいさまから、里芋と、菜花をもらいました。のどかでいいところなんだね。優しいよ。そう、いつもね、田舎ですよ。田んぼがある。いつも後ろのおじさまがたくさん野菜をくれるんですよね。里芋くれたらヘビあげる。やだ、ヘビは逃げたかな、あれ。クラスには最高だと思う。ですよね。モーターに会いたい。握手会が再開したらぜひ来てください。握手会再開したらぜひ来てください。よろしくお願いします。はい。昨日10期生さんのショールーム見た。昨日見たけど、なんかももはうんと知ってる名前の方がたくさんいたので、これはももが見てはいけないものだと思いまして、消しました。知ってる名前の方がたくさんいたんですよ。なんでこれはももが見ちゃいけないものだったのかなと思ったので、消しました。でしょ。誰だなんで、そう、ファンの方が結構あ、知ってるなと思いまして。知ってるなこの方と思いまして、ちょっと見るのをやめました。あー、すごい、イケメンまるまるくん、ここのくまさんが必死にしがみついてるやつありがとうございます。あ、やだ、あー、ね、見てあやが来たよ。モータンしか見てないよ、だって。どこに、あや、どこに、ね、コメントのところにいる。コメントのところにいる。ほらほらほら、これちょっと今ほら、なんかこういう顔文字してる。ニコっていう顔文字してるやつです。
初見でした。敵域研究者の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。あ、そうだ、あやこれ使ってます、ありがとうございます。あやのあのうまるまる棒使ってます、ありがとうございます。じゃあ使ってます。そう、これはね、あやがくれたうまるまる棒です。オッケー、あやりのコメントしてくれたよ、ありがとうございます。ももたんが一番だって言ったな。言ったな。ももたん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ピアノももなです。あやは蛇が好きらしい。え、好きなの？持ってってあげようか。持ってってあげようか。いけよ、もうな、あそこの木のところに。持ってこうかな、袋に入れて。何その情報。あの、蛇が好きなら、もうのうちの、道路のところの、あの、木のところに蛇がいます。好きじゃないなって、ね、誰へ嘘ついたの。誰嘘ついたの。あおちゃんさん、ハート、ありがとうございます。誰か嘘ついたっしょ。ヘビがいますです。ついてる、ついてるです。誰が捕まえるの。誰も捕まえれん。普通はヘビ好きじゃないでしょ。ねね、ヘビいるの。ハチもいるよ。ハチは好きな人おらんか。世界一ツインテールがあれやねん。ほんと？嘘だ。じゃああげれないね。そうです、テルポを買います。ミツバチガーラ好き。もうもうミツバチガーラ好きだよ。かきのでビンゴはやめます。今日はクイズをしたいと思います。イエーイ。はい、クイズです。ビンゴはしません。はい。ビンゴはまた今度します。昨日もしたしね。ということで第1問、じゃじゃん。今日嬉しかったことは何でしょう。100.53、花束ありがとうございます。お答えください。スカーフが見つかった。違います。長いも、さか、さっと芋をもらったこと。違います。生きてること。それは感謝です。スカートが見つかった。スカーフが。バドミントンした。カレーを食べた。あやが来てくれた。それも嬉しいよ。100円拾った。100円拾ったら、ちゃんと交番に届けないといけないよ。前髪がうまいこと言った。違う。ヘビが鳴いた。ヘビじゃない。カラスが鳴いただった。カラスが鳴いた。違います。須田さんに会えた。それなら一番に言うよ。メールの返信が来た。メールの返信はいつも感謝してます。ありがとうございます。ぜひこれからもしてください。業務スーパーに行く。違います。ちょっとヒント。はい、こちらの。こちら、あー、見えちゃった。これです。これ正解はじゃーん、うまるまるのミニ扇風機を買ってもらった。イエーイ。今日ママが用事があって100均のまるまる荘に行ったんですけど、その時にももの大好きな大好き大好きって言っちゃダメか。ももの最近ハマっているうまるまるのグッズがあったので
買ってきてもらいました。もしもしさん、会員ありがとうございます。風に匂いついてついてないよ、ほらです。ということで、今日はお気に入りのうまるまるグッズがまた手に入って嬉しいという。100円、多分100円じゃない、わかんない、100均だから100円でしょ夏に向けていいので買いました。皆さんもぜひ暑い時はこれで煽ってくださいじゃあテロップ出します。じゃん、今日のテロップはこちら、326日、ありがとうございます。ぽいこり、今日はなぜこれかというと昨日あのももが10期生さんのショールームを見た時のあの表情です驚いた表情ですそう、昨日ももが10期生さんのあのショールームを見た時のあのももの実際の表情がこちらになります何に驚いたの、知ってる名前がいたことです。見てないよ、だってはい、ということでこれは終了です。新青木さんを見た、え、見たよ、めっちゃ綺麗だった。でもやっぱ綺麗なお姉さん好きだです。はい、じゃあ次、十期よりももたんでしょ、だってありがとうございます。じゃあ次、じゃーん、ももの今日のお昼ご飯は何だったでしょう。答えてね。ブロッコリーそれは違う、カレーライス、オムライス、お寿司、つくし、なんでつくしなのみんな、チャーハン、お茶漬け、いちご飴、初見です、だって。ケーキ研究者の13歳の平野モーナです、よろしくお願いします。フォローもよろしくお願いします。365日までにあのフォロワーをあの5000にしたいので、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。ひつまぶし、手羽先、カルボナーラ、うどん、エビフライ、エビフライは今日の夜ご飯です。昨日のチーズケーキ、マカロン、業務スーパー、違います、この絵がヒントです。このもものね、うまい絵がヒントにございます。ハンバーグ違うよ、なんでわからないの。じゃん、モダン焼きです見えない、モダン焼きに、これがなんか下の生地で、これが焼きそばで、これが上の生地で、これがソースで、これがマヨネーズわかんない、わかってよ、なんでわかんないの。もも芸術作品、いやいや、わかるでしょ、わかんない、ハンバーガーに見えた、嘘だ、こんな網網ないやハンバーガーに重さは確かにね、ハンバーガーにしか見えない、じゃあハンバーガーってことで、この絵は今日はもう大焼きです。でも写真を撮らずにお腹空いて食べちゃいましたすまそうです。お昼ご飯はもだん焼きでした、イエーイ。じゃあ次、じゃん、最近ももが怒ったことは何でしょうか最近ももが怒ったことは何でしょうか何でしょうか、何でしょうか、ブチギレ48したことは何でしょう何でしょう、なんでしょう、弟にバカにされた、弟今あっちの部屋にいるよなんかお友達ゲームやってる、プリン食べられた、そんな子供っぽいことで怒りませんです、違うんですよね。じゃあ答えいくよ、せーの、じゃん、ママがママの服を着ようとしていた、なんかあのみあのなんかそんなあのショールームとかそういうことじゃなくて、あのもっと怒ったんです、あのももがママの、じゃあママがももの服を着ようとしてたんですよ、
なんかママがいつもうるさいのに静かだなと思ったら、ママの前卒業式の小学校の卒業式の時のジャケットとももの最近買ってもらったお気に入りのいちごちゃんのワンピースをママが着ててすごく怒りました、お気に入りだったのにママが着てたんです。でもなんかきついって言っとったそれ言ってんの、そうなんかきついって言ってたよママがそう、ママ無理しちゃダメだ、それ言ってあげて。ほんとびっくりしたんだけど、まさかさ13歳とさ同じ服をさ着ると思わなくて今度は仕返してやろうと思いますということで、ママが最近起こったことはママにママの服を着られたことでした。イエーイはい、次最後、じゃああと2問だ。はい、じゃあ次、じゃーん、今日失敗したことは何でしょうか今日ももが失敗してしまったことは何でしょうか。ふうくんだるま、ありがとうございます。スカーフをなくした、ルール、セクシー写真、ショールームを見てしまったこと、階段から落ちた、大富豪で反則負け、ママの服着れた、尽くし食べ損ねた、火から落ちた、そんな大きなことはしません自転車をこけた、モダンが焼きをひっくり返すの、フルチェ、ママの服を間違えてきた、財布を落とした、今日は外にはどこも出てません、お料理を失敗した、寝坊した、靴下が違ってた、え、それよくある、なんか靴下を裏表違って履いていましたじゃあ答えは、せーの、じゃん、ケープを顔にかけてしまったことです。イエーイ、イエーイではないか、なんかショールームやる前にね、ショールームやる前に前髪をケープでシューってやってたら、なんか前髪が固まるやつなんですけど、顔に、でも目つぶってたから鼻らへんにかかったんですけど、当たらんでしょ、当たる人は当たるってケープ使ってない、使ってるよ、でも使ってない時の方が多い。今日はちょっと前髪切ったばっかなんでかけたんですけどカットしたチューリップありがとうございます。顔面固まったの、そう固まったの、今動いてるよそれはママのですか、え、違うって、二人で使ってるやつですこれからは顔にかけないように気をつけてケープを使っていきたいと思います。はい、え、今日ティアラしてるよ、はい、今日はティアラしてるよ、ちょっと歪んでるな、ほら今日のフラちゃんはティアラをしております。まあ、いいや、はい、ふたなぴょんさん、ガイありがとうございます。じゃあ次、最後クイズのお決まり問題、じゃーん、今日ももが何を歌いたい気分でしょうか。何を歌いたい気分でしょうか。イノセンスだから歌えないって滑り台イノセンス歌うぞ、本当に言うと十年桜、観覧プラン、起き的、ゾウさん、ゾウさんってやつチューリップ、前のめり、マジマジさん、アイスありがとうございます、フラストレーション、12月のカンガルー、お尻かじり虫お尻かじり虫誰かの耳、あれかっこいいよね、それどこあるよね、犬のおまわりさん犬のおまわりさん、意外にマンゴーヒントは手をつなぎながらコアの曲です。ノリがいい曲、ラブラブっていう曲、タンタンタタタタタン、
今日はじゃん、チャイムラブソングを踊りたいと思います。昨日も踊ったんですけど、最近劇場公演がないので、すごく踊りたくなっちゃうので、今日はチャイムラブソングを歌って踊りたいと思います。昨日踊る時にマイクを忘れたので、マイクもちゃんと持って歌いたいと思います。それでは平野桃奈ステージどうぞ。はい、ぜひ皆さん最前で見てください。ありがとうございます。いた、じゃあ聞いてください。平野桃でチャイムはラブソング。イントロからやるね今日は。チャ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 向かいの校舎の向かい、左端の教室、カーテン膨らむたびに、窓際の席あなたが見える、授業中でも気になってしまう、かっこよすぎるその横顔、立てた教科書、先生見えない、結んでちらり遠く、切ない、ワン、ツー、スリー、チャイムはラブソング、愛しきメロディー、流れた瞬間にキュンとする、あなたが無意識に窓の外見たとき、目と目が合うの5秒のデート中です。シャイマーラブソングでした。この曲疲れるな。です、ラブソングを聴いていただきました。スペタンピョンタンめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ひとっぱせ言葉合ってないかも。ケンチさんコン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 、マリキネコのコン、ありがとうございます。トモさん可愛い、ありがとうございます。オッチーさんオープン、ありがとうございます。テロップ踊りました。感動しました、ありがとうございます。公演恋しね、本当にそれです。でもママはちゃんと家族で前車で弾み先に行ったんですけど、その時に劇場公演や握手会が再開されますようにって帰ってきたので、それを信じます。姫さん会ありがとうございます。俊平さんコン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 、マリキネコのコン、ありがとうございます。ヒロボンさんコン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 、マリキネコのコン、ありがとうございます。俺もだって笑いついてるけど本当。アンコールアンコール海岸さんチューリップ、ありがとうございます。アンコール何でしょうか。ハリーさんおっぱありがとうございます。すごいアンコールだって言ってくれてありがとうございます。何でしょうかな。用意してないって、ねえ用意してない。じゃあ青がだから考えた。じゃあ、じゃあ、
画像出します。ボンは今からビーチサンダルを踊りますせーのでラジオから流れてるあの夏のヘバリソン、強い日差しと波の音が記憶のドアを叩く、海沿いのバス停で夕暮れにせかされ、強い時刻表を見ていた時、不意にキスをされたね、唇が気づいた二人の音に胸の奥、こっそり鍵をかけて、1番と2番混ざったなんかさ、ビーチサンダルってさ、メンバーっていうの、メンバーとイチャイチャするところが多いから一人であると寂しいねマイク忘れた。オーマイガー大阪ひろしくん、お花ありがとうございます。ヒータン、コン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 、マイケルかな、コン、ありがとうございます。忘れちったスーナピョンタン最高、ありがとうございます。なぜ英語勉強できる風勉強できないけど形だけ勉強できる風にせるということで、昨日も今日も踊ったんですけど、昨日も今日もたくさんコメントしてくれてありがとうございますさすが中学2年生、どうもどうも。明日から本当の中学2年生になりますので、明日からさらにももがセクシーになると思いますので、明日のショールームも楽しみにしていてください。自分でハグをあげちゃった。ひーたん、かいありがとうございます。小学生なので違います、中二です。中二の13歳です。そんな変わるの？うん、変わるの、ももは変わるのよ自分でハードル上げちゃった、後悔後悔こっこっかいセクシーって言ったところで一瞬止まったなんで問題あった、なんか学校休校じゃないの、明日だけあるの。そう、明日だけ多分ね、クラス替えとかがないともう中2になれないから明日だけ担任の先生とクラス発表と、あと中2の中学2年生のね、あの難しい内容が書いてある教科書とかをもらって、それで次の日から休みですでもちゃんと絶対にマスクはしてきてくださいって電話かかってきたよ。だからマスクしてきまーす中学校はね、なんか下の方でツインテールか下の方の一つ結びかじゃないといけないので、どっちにしていこうか今考えてます作ったやつ違うの、作ったやつしていこうと思ったの、そしたらなんか白いマスクじゃないとダメですって言われたから、もしかしたら先生ショールーム見てるかなって一瞬思いましたもう高めのツインテールです、ダメな、怒られちゃう給食ありますか、わかんない、あったっけ、わかんない、こう喋ってるうちに時間って早いねじゃあランキング読んでいきたいと思います。13位大阪ひろしくん、ありがとうございます。12位どうなるんですか、3、ありがとうございます。
アリマズ48さん、ありがとうございます。ラッキーセブン、コウスケさん、ありがとうございます。ラッキートモさん、ありがとうございます。ブイマシマシさん、ありがとうございます。ヨインショウモさん、ありがとうございます。サインスペタンピョンタン、ありがとうございます。ニートさん、ありがとうございます。今日はあやからもらったリアルな色のあのうまるまる棒を使いたいと思います。ピンポンパンポーン、ゲスト登場。じゃか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 じゃん。今日の1位はイケメンうまるまるくん、ありがとうございます。あ、忘れていて、一人でやってました。なんで今日はみんなでちゃんと対戦したので、大ヒミンです、よろしくお願いします。ぜひ対戦よろしくお願いします。もも、サリウムを超たくさん連打しておりますので、超たくさん連打を返してくれると嬉しいです。お願いします。4864人、たくさん見てくれてありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。おっとダメですけど、自分の手と脳みそを使ってやってくれると嬉しいです。おっとでもいいんだけど、おっとだとね、もう早くてついていけないの。なんか前全員オートでやってる時があって、すぐ番が回ってきて、そんなついていけないので、自分の手を使ってやってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。人数が増えた、4971人の方、ありがとうございます。ぜひフォローもよろしくお願いします。あやも大富豪するだって。ほみんな会えるといいな。それでは2人、ありがとうございました。明日の配信もぜひ見てください。明日は夜です。バイバーイ、見てくれてありがとうございます。明日の配信も見てください。